続いてのニュースです。来年度、民事党が衆議院での通過を目指している沖縄米軍基地拡大法案のキーマン、田宮隆三防衛大臣と同時に開発が進められているリゾート開発の責任者、鈴木義信国土交通大臣が今日揃って現地沖縄へ視察に訪れました。日本防衛の鍵ともいわれる弾道ミサイル防衛システム、通称新 BMD システムの導入を目指す田宮氏。一方、これまで沖縄米軍基地拡大法案に一貫して反対する立場を取りながら、沖縄の内需拡大のためリゾートの開発を推し進めてきた鈴木氏。意見の異なる両大臣揃っての沖縄訪問に政財界からの注目が集まっています。田宮氏の現地到着に先駆け、空港前には基地の拡大に反対する市民が大勢詰めかけ、範囲を示すビラを配るなどする一方、鈴木氏はリゾート開発による内需拡大を支持する地域財界関係者に迎えられ、開発候補地の視察へと向かいました。田宮氏の米軍基地拡大法案、鈴木氏のリゾート開発、ともに現地でも意見が割れており、法案成立に向け両大臣とも各方面との調整が必要と思われます。確かに BMD の導入は今の日本にとっては重要なことです。しかし、これ以上沖縄に日本防衛のための犠牲を払わせるわけにはいきません。それを少しでも軽減するためにも、内需拡大を見据えてリゾートを開発することで、なんとか地域の振興に貢献していきたいと、そう考えているわけです。国を守ることは私の責務だ。それ以上言うことはない。空港到着後、インタビューに応じた鈴木氏とは対照的に、田宮氏は足早に車に乗り込み、現地の視察へと向かいました。突然の両大臣の沖縄訪問に、野党からは鈴木氏の沖縄リゾート開発に田宮氏が便乗する形で強引に米軍基地拡大法案を進めようとしているのではないかと疑問の声が上がっています。地元の住民の反応はどうなんでしょうか。基地がまた拡大するのは嫌だけど、リゾートで沖縄が潤んだったらまあいいのかなって。お隣の国がミサイルを撃つっつったって、沖縄じゃなくて東京とかを狙うわけでしょ。タミヤさんはさ、結局沖縄のことなんか考えてないんだよ。次期総裁候補として呼び声の高い鈴木、タミヤ両氏の沖縄での行動に今後も注目が集まります。続いてのニュースです。今のニュース、ここの立ち抜きの話なのかな。またお前か。俺の答えは変わってねえぞ。いや、今日はそういうんじゃねえんです。ん？じゃあ何の用だ。今日は兄貴にどうしても頼みたいことがあって。
ええ。で、俺に何をしろと？今、親父は荒れちまって、手がつけられねえ状態です。だから兄貴に出張ってもらって、とりあえず親父を落ち着かせてほしいんです。なんで俺なんだ？先日の一件から、親父は兄貴に一目置いてるみてえです。だからここは兄貴しか収められねえと。ちょっと待て。はい？さっきから聞いていると、俺のことを兄貴兄貴って何言ってるんだ？だって兄貴は兄貴じゃないですか。お前は流動一家の若頭だろ。俺はお前の兄貴分でも何でもない。まあその話はいいとして。よくない。お前みたいな奴に兄貴と呼ばれたらうちの子供たちに悪影響だろうが。別にいいじゃないですか。俺は兄貴の強さと男気に惚れたんです。俺にとって兄貴は兄貴なんです。じゃあシモン、車を回してきますんでお願いします。兄貴。頭、桐生の兄貴。親父は奥です。さっきまで青森なんで暴れていたとこっす。へっ、ちくしょう。なんだよ、あったけよ。ああ、お、おお、これはこれは桐生さんじゃないっすか。ええ、どうも荒れてるみたいだな。
わかった。俺が先から話を聞いてやる。なんでお前さんが。俺もな、あんたと一緒で目の前に困っているガキがいると放っておけないたちなんだ。ちょっとあんた、俺はあんたから土地を取り上げようと。安心しな。別にサキを連れ戻したところで土地の話を持ち出す気はねえよ。それとこれとは話は別だ。今はサキのことだけを考えようじゃねえか。お前、あんたんとこの若いの借りるぜ。行くぞリギア。はい兄貴。ナイス。誰だお前、流動一家のやつか。サキはどこだ。あのガキのことか。ガキなら親分の部屋だ。だがお前はあのガキに会う前に死んじゃうけどね。ザコに用はねえ。通らせてもらうぜ。大した自信だな。遠慮はいらねえ。ぶっ殺してやるよ。